より小さいバレーボールネーションズリーグ VNL 日本3ゼロオランダ男子予選ラウンド第3週第10戦21日フィリピンマニラ出場を決めているパリ五輪で72年ミュンヘン大会の金以来52年ぶりのメダルを狙う日本がオランダにストレート勝ちしネーションズリーグ VNL ファイナルラウンド27から30日ポーランド進出を決めた メガバイト高橋健太郎29がスタメン起用に応える8得点を挙げるなど攻守で存在感を見せた次戦は22日にフランスと対戦五輪で強豪国との対戦が少なくなる世界ランキング5ブ以内を守るため勝利を重ねていく戦略通りに打ち込み手を伸ばし高橋健がまだ五輪切符を手にしていないオランダに立ちはだかった 相手のミドルの動きをデータで見て、セッター、関田さんとすり合わせながらできたので良かった。持ち味のブロックを2本決めるなど、メガバイトながら西田、石川に次ぐチーム3位の8得点。ストレート勝ちに貢献し、いい雰囲気で試合ができた、とうなずいた。フルセットの末に敗れた前、戦カナダ戦とは異なる布陣で臨んだ。試合前に、 コンンディション調整で登録を外れた高橋欄に代わって富田が登録。OH のスタメンには石川と大塚が名を連ねた。今大会はパリに向けたメンバー選考の場でもあり、コートに立つ限りアピールが求められる。メガバイトは現状の4人で五輪へ向かうことが濃厚だが、出番を狙って勝負は続く。初の大舞台を目指す高橋健は、切磋琢磨、切磋琢磨、 しながら成長していきたい、と、チーム全体を見たシンプルな言葉に決意を込めた。この勝利で、上位8チームによるファイナルラウンド進出が決定。日本は五輪での戦いを見据え、フルメンバーで昨年の3位に続くメダル獲得を目指す。絶対に昨年よりもいい色を取る、金を取ると、チームの中で意識統一されている。パリ前哨戦となる VNL で表彰台に立ち、 胸を張って本番を迎える。竹本ほのか。